22歳男航海士です。あまり病気のせいにしたくなかったのですが、ネットなどで ADHD に調べたら自分はこの病気なのではないかと思うことが多々あります。寝坊したり物忘れが多かったり、小さい頃からお前はじっとできないなとよく言われてます。今やってる仕事で上記なことでとんでもないので毎回頭を変えてます。やはり病院行って診断してもらった方が楽になるのでしょうか。バカなので分かりづらくてすいません。残念ながら ADHD だったという診断をもらったとしても何も変わりません。要はあなたの能力が診断を受けたことによって変わるわけではないんですよ。ADHD という診断を受けたからなんか能力値が上がるとか寝坊しなくなるとかではなくて、あ、 ADHD だったんだねっていうので、あ、じゃあ自分はそういう病気だったんだって思うだけなんですよ。でそれが思って、あ、病気だったんだ、僕バカなんじゃなくて病気なんだねっていうので安心するっていう人もいるんですけど、それ結局心の持ちような問題なんで、なので、あ、俺ってもう寝坊をするやつなんだなってちゃんと思い込めればいいだけなんですよ。なので僕、あの診断を受けたことないんですけど、その朝起きないとか、あの人に何言われても気にならないとか、あの集中してるときは割と周りのことどうでもよくなるとか結構あるんで、その ADHD 的なあの症状に近い部類はあるんですけど、とはいえ別にでも僕それで診断を受けようと思わないし、受けたから何か変わるとも思わないですよね。だって治せるわけでもないので。なので、あの自分はそういう人間であるっていうふうに、まあ納得するかどうかなんですよね。で納得しなかったとしても、まあそういう人間なんで、あの、そう、俺はこういう人間なんだっていうのを言い続けるビッグダディがやっぱりね、正しいと思うんですよね。